やあ、せつなけいすけだよ。詩集、次の日、なんて読むかは、しゃべるの忘れとった。あれあ、女の子もここに来たんやけど、女の子も、女の子めっちゃ満面の笑みやな。逆で、それが逆に不気味で怖いけど。うん。こっちか。ああ、警察官の方。ああ、違うっす。バイバイ。俺、警察に用ないんです。警察に用はないんで、ちょっと帰らせてもらいますわ。はいはい。こっちか。いい、ポーン。まだ電話鳴ってるやん。あの女の子、しつこいな。俺だってセーブのために何度も何度も電話したいのに。何度も 何度もかけてくるな、もう。ああ、女の子。電話かけよったんちゃうん。てか、よう見たらこれ、この子、鼻ジップしとる。そして、気をつけ。礼儀正しい。呼吸回復のためにちょっと様子見させてもらおう。よっしゃ、綺麗に回復しよるわ。8あれば十分でしょ、オッケー。鼻ジブしとったんや、あの子。鼻どっかでぶつけたんやろうな、かわいそうに。まっすぐ行ってアイテム回収して、ほら、アイテムあった。思い通り。おいの思い、なにこれ、なにこれ、なにこれ。自爆霊の本、呪われた本、カッコエンターで使用、刺繍プラス1。これマイナスアイテムやないかい。マイナスアイテムあるん、このゲーム。嘘やろ。あ、警察官またおる。警察官、警察官。よう見たら警察官も鼻血ブーしてる。警察官、よう見たら鼻血ブーしてる。片方の穴から。片方の鼻の穴からブーしてる。鼻血ブーのスタイル気に入っとんか。ジェストがないん。吹けばいいのに。あ、近いな。まっすぐか。まっすぐじゃ。これさっきあったもんな。あ、手紙ある。え、なんで手紙ある。これ後ろから来るパターンちゃうだろうな。これ見終わったらさ、さまよい初めて5日目。あ、7月9日か。5日前、公衆電話に呼ばれて、アパートの外に出た時、私はいつの間にかこの世界へ引きずり込まれてしまった。電話の主は恐ろしげな声で幸恵と名乗った。幸恵、幸恵、数日前に行方不明になった女と同じ名前だ。ニュースでも報道された。彼女が怨念となり刺繍を放つ存在となったのか。一体なぜ。幸恵はいいけどな。これ行くって感じ、もうちょい考えてあげようぜ。他にもあったやん、行くって感じさ。もうちょい考えてあげんの。バカにされるというか、縁起のない名前やの。この人も電話の声に呼ばれたのか。俺と同じ教訓みたいだ。うわぁ、怖いやん、怖いやん。まだ来たやん、あの女の子か。鼻血ブーの女の子か。もしもし。相変わらず何言ってるか分かんねえよ。なんで言ったん。嘘つき、嘘つきやん今の。何も嘘ついてないし、そもそもお前とは話したこともない。そんなかかりなか。何トトトト言おう。なんかトトトト言おうやけど、今トトトト言ったよ。言ったでしょ。なんか物音しましたよね、トトトトトトトって。後ろいるのか。振り向いたらあなた。あ、おらんのじゃ。またよかった。そういうことならよかった。安心。なんか一瞬聞こえたんやけど、一瞬声聞こえた気がするんやけど。てか、暗ない？あ、よかった。あ、暗いか。明るいとこか。いきなり警察官来た。警察官。警察官だったら、この辺の地は守りなさい。ゾンビ見ておるやん。お前もゾンビか。こっちか、こっちやな。おう、こっちやってるわ。右に行けばいいんだろうけど、左にちょっとアイテムを確保。僕が歩けん、確保しに行ってみよう。よっしょ。お前なんか、あ、ミスター、久しぶりに。まあ、それだけなんですけどね。アイテムじゃん。
いいアイテム確保。おー、なんこれ。武器の使用回数を増やして武器持ってないわ。わあ、こういうアイテムあるんだな。ちょっと損した気分です。あ、こっちに、あ、アイテムの前に鼻血ブーの女の子、鼻血ブーコちゃん。鼻血ブーコちゃん、ほんとなんかさ、気をつけの体勢がすっごいピーとしてて綺麗だよね。真面目だね。でも、ふふふっていうのはちょっと不気味だね。印象悪いくらいやめといた方がいいよ。よいしょ。7になったらもういいでしょ。それよりアイテムください、アイテム。あーくそー。鼻血ブーコちゃんが守っておけん、絶対いいアイテムだろうなって思っとった俺がバカだった。危なかった。あ、鼻血ブーコちゃん、鼻血ブーコちゃん。最近よく会うね。よく会うね。偶然かな。あーうっす。おーっす。おーっす。おーっす。よし、これでいいじゃ。7ぐらいあれば十分でしょ。鼻血ブーコちゃんのよう会うな、最近。運命かな。こっちか。ゆきえって人が、あー、また鼻血ブーコちゃん。俺はゆきえを探しているんだ。鼻血ブーコちゃん、君には用はないよ。呼吸が3になってる。呼吸点は HP さ。これが0になったら死ぬんだ、俺は。だから、こまめにこう回避して、様子を見よったら回復できるんで、呼吸が。こまめにこれを行う必要があるのです。お前なんかな、引きつけてよけれるんですよ。18になったけん、もう逃げる。お、来た。いいアイテム確保。うわー、さっきもあったやん。さっきもそれあったやん。アイテム、次こそアイテムかと思ったら、トラップかい。トラップ、わら、トラップだらけだな。地雷原みたいな感覚です。あ、また。おー、雑魚行くけど、とりあえず攻撃アイテム。いやー、取った瞬間、使うアイテムが出てきた。ファイヤー。よけろ。よし、いい感じです。フライ倒せんでも、傘はあんま使いようがないけんな、これが低すぎて。あ、倒したわだ。傘はもう使いようなぐらい倒してしまったわだ。オッケー。こっちか。え、どっちこれ。ちゃうな、こっちやな。片方行き止まりだったやん、今から。あれ、取ったやつやな、これ。あれ、あー、追い込まれた、追い込まれた。関係あるか。こっちやな。電柱もあるし、こっちではどうだろう。どんどん進め、どんどん。どんどん進め。あー、警察官、警察官。僕の警察官、僕の町の警察官は、鼻血ブーして襲いかかってきます。鉄道。よいしょ。こら、もう一丁ぐらい回復しておきたい。8になった喧嘩に逃げろ。よし。さて、ユキエはどこにいるんだ。ユキエは、俺はユキエさんの顔なんか見たことないんです。探すにはちょっとあれやね、人材的に間違ってるよね。わあ、鼻血ブーコちゃん、鼻血ブーコちゃん、ブーコちゃん、ブーコちゃん、最近よく会うね。ほんと今度お小遣いあげようか。よくやる。マップ見とこ。付き合ったってこっちかな。お、電話ボックスだ。持ってないけどな、10円玉。あ、方向感覚おかしいなったわ。アホだったんやね。一旦こう回って左、うっかりすれば広い方行けるみたいね。こっちか。あー、警察官、警察官、ブーコちゃんが迷ってますね。逃げよう。あれ？ちゃうな。ユキオさんを探しちゃった。なんか変なとこ来てしまった感が。あれ、どっちこれ。こっちじゃなかった？あー、呼吸がめっちゃ下がってる。これは回復しなければ。
様子見様子見。コマンドコマンド。あれ回復せんの。あ、ようやくや。よいしょ。どんどん回復しろ。冷めていけ。おいしょ。5から動かんな。で、6になって。赤いがちょっと減ったな。7でいいか。あれ？まっすぐ？これ。ルートが分からんようになってきた。ちょっと方向音痴になってきました。方向音痴になってきました。アイテムか。アイテムルートだった、こっち。アイテムルートっぽい気がする。しょうがない。アイテム回収してから行こう。どっか。元のルートに。それにもちょっと呼吸の回復のがなんか遅くなってない？よっしゃ、血管バイバイ。ただ確かだよ。あー、ここ見たやつ、見たやつ、見たやつや。ガムテープなんか見たわ、さっき。しかも、開いとったかな。こっちだよ。ブーコちゃん、久しぶり。ちょっと警官ばっか見ようとけ、ブーコちゃんの顔が見たかった気がする。でもね、もう見たから、もうちょっとバイバイしたい。バイバイしたい。バイバイしたいな。バイバイ。OK。あれだね、やっぱ女の子やけんさ、警察官と頻繁に会うくらいだったらブーコちゃんと頻繁に会いたい。てかあの子の鼻血拭いてあげたいって願望が。ああ、こんなとこアイテムあったんか。何これ、ガーデンフォークとかあるんだ。攻撃力高っ。串刺しにするとかえげつないこと言うんで。どこなんだろう。この中、あーおせっかくだ、これを使ってやるぜ。串刺しにしやがれ。ほら倒した、強っ。あれ、これルート間違ったんかな、これ。え、どうすればいいんだろう、これ。どっちだ。あれ、分からんようになってきたな。あー、ブーコちゃん、ブーコちゃん、これどうぞ。ブーコちゃん強いな、一撃で知らなかった。ブーコちゃん、これもどうぞ。バイバイ、ブーコちゃん、また会おうね。いやでも会うことになるんだろうな。あれ、しかしどこだ。え、何かあるかね。あれね、ペンポイントだけなんかな、今のは。電柱、電柱、電柱の方向感覚麻痺しちゃう。あー、ブーコちゃん、ブーコちゃん、またこれどうかな、これどうかな。よいしょ、回避。ブーコちゃんの方がブロック高いんだな。2回攻撃しないといけない。こっちか、こっちっぽい気がする。電柱めっちゃあるやん。あ、ブーコちゃん、まだ。あ、さっきあったばかりじゃん。バイバイ。あれ？なんかちょっと迷い始めたぞ。マップがあるのに迷い始めたぞ。まあいいや。このままこっち進んだろ。こっちであると信じて。あー、警察官、警察官。ちょっと道を聞きたいんですけど、ゆきえさんのところへはどっちに行けばいいんですか？ゆきえさんはどっち？あ、こっち、こっちですか。よっしゃ。ゆきえさんどこおるんだろう。ゆきえさんに会いたいんやけど、なんで会わないかんか知らん。あ、アイテムルート入ったわ。とりあえずこいつだけ取って帰ろう。いらない中に何を償えって言うにゃ。何も償うことはない。こっちや。あ、教えてくれや、警察官。こっちにあるって教えてくれや。お前そっちの方おるやん。誘導してくれや、警察官のくせに。そういう仕事も警察官の仕事じゃないのかい。ゆきえさんっぽい見つけてしまった。あいつがゆきえさんかな。